むびクラブにようこそ。今回は焼いてほじった栗のペーストと米粉でクッキーを作りました。乳製品、卵、小麦粉不使用、グルテンフリーな、とっても体に優しい、今の時期秋しか食べられないおやつです。美味しい栗の見分け方。鬼皮に張りがある。鬼皮の茶色が濃い。指で押してもブカブカしていない。白いブツブツがついていない。座に黒っぽい箇所がない。座がベトベトしていない。実は果肉だと思っている部分は種なんです。イガが皮、鬼皮が果肉、渋皮と中身が種にあたります。くりくり坊主。鬼皮と渋皮がきれいに一緒に剥けます。今回は栗を焼きますので、表面に一箇所切り目を入れます。無水電気鍋に栗を並べていきます。こちらの電気フライパンは IH とは違い、コイルが電気で熱される仕組みのため、電磁波は出ないという安心して使える電気鍋です。ここの位置225の位置ですね。110度、ここの位置で40分プラス30分焼きました。40分経ちました。栗をコロコロひっくり返して、あと30分置きます。30分経ちました。40分やってひっくり返して、また30分焼きました。熱いですね。ホクホク、オッケーです。少し冷めるまでこのまま放置します。全然焦げ付いてないです。中身をほじり出した栗 350g、 米粉 80g、 木綿豆腐 175g、 黒砂糖大さじ2、マカデミアナッツの油大さじの3です。豆腐をまず水切りします。
大雑把で大丈夫ですが、あまりにも大きいところ栗を少し潰します。大雑把に潰した栗をボウルに入れます。次に黒砂糖大さじ2を入れて栗とざっくりと混ぜ合わせます。米粉を入れます。ゴムベラで切るようにして混ぜます。マカデミアナッツの油大さじ3杯を混ぜます。ボウルの底に押し付けるように切るようにして混ぜ込みます。水切りした豆腐を入れます。手でざっくりとちぎって軽く潰して混ぜ合わせます。ある程度粉っぽさがなくなったらビニール袋に移します。30分ほど冷蔵庫で休ませると種が少しまとまります。180度で15分焼きました。栗は滋養強壮効果があるので、病後の弱った人や赤ちゃんの離乳食に適しているそうです。
食欲のあまりない人でもほんの数個食べるだけで効率よくエネルギーやミネラルを補給することができるそうです。しっとりとした食感のクッキーです。米粉を使った素朴な味わいで秋のティータイムにおすすめです。旬の今しか味わえない秋の味覚、栗と米粉のクッキーです。最後までご視聴ありがとうございます。おむすびクラブでは心と体の元気を応援する健康レシピを配信しております。ぜひおむすびをポチッと登録お願いいたします。またの動画でお会いいたしましょう。